On the ice, representing Switzerland, Patrick Meyer. 17番、パトリック・マイヤーさん、スイス。スイスのパトリック・マイヤー、21歳、大学の4年生です。お母さんのデザイナーしました衣装です。まずトリプルアクセルに挑みます。ちょっと次のジャンプにはいけなかった。ルッツ綺麗に降りました。高いフライングジャンプシットスピン。曲は The In Sound From Way Out。ダブルアクセル。足換えのスピンを経て、あと要素は2つです。リンクを少し斜めにストレートラインステップ。2分40秒スイスのパトリック・マイヤー。最初のトリプルアクセルからのコンビネーションジャンプは第2ジャンプに進むことができませんでした。着地がちょっと乱れてしまいました。オーバーターン気味でした。そのアクセルです。1回2回3回転半それから単独のジャンプはルッツです。クリスティナ・ペルシココーチが出迎えます。ダイビング、バレーボール、読書が趣味というパトリック・マイヤー。世界選手権は92年29位、95年からは16位、25位、24位とフリーに進めるかどうかという成績になっています。ドイツ語、フランス語、英語が堪能な大学4年生です。7歳からスケートを始めました。これで17人の演技終了というところです。得点を待ちます。
現在トップはクーリック、2位エルドリッチ、3位ヤグーディン。日本の田村が9位、ホンダが12位になっています。どのあたりでマイヤーが入るでしょうか。 Required elements 4-2, 4-4, 4-3, 4-1, 4-4, 4-1, 4-5, 4点台の前半、3点台も1人います。なかなか厳しい評価になりました。プレゼンテーションは5点台も出ていますが得点は伸びません。14位、クーリック、エルドリッジ、ヤグーディン、キャンデローロ、ドミトーレンコ、日本、田村9位。